アナトリー・ステパノビッチ・チャジロフは、ロシアの政治家。1991年から2000年まで、モスクワ州知事を務めた。このほか1993年から1999年まで、ロシア連邦議会上院連邦会議議員。1995年から1999年まで、会員国家会議議員所属を歴任した。チェリャビンスク州。 コペースクに生まれる。政界に入る前は建設業界にいた。1959年から、組立校、レンガ積み職人として、コペースクの建設企業合同、コペースクゴルヤオレンブルク、モスクワの建設企業合同で働いた。1964年、チェリャビンスク工科大学を卒業する。1965年、 チェリャブグラシダンストロイ鉄筋コンクリート工場に勤務する。現場主任、技師、技師長、部門長を歴任し、オレンブルク工場技師長となる。1969年住宅建設コンビナート、オレクボズエフストゴ技師長、建設工場、エゴレフストゴ技師長。1973年からモスクワに移り、1982年まで、 建設企業合同グラブモスブリストイスモーマイナス9、工場技師長、企業合同マネージャー、技術局長を経て、1982年から1990年まで、スモーマイナス9企業長、グラブモスブリストイ副企業長、モスオブリストロイコミテータ第一副議長、国家製造協会、モスオブリストロイマテリアリー議長を歴任した。 1990年から1991年、モスクワ州ソビエト議長。ソ連8月クーデターの失敗後、1991年10月、モスクワ州行政長官に任命される。1995年12月30日、モスクワ州知事選挙に立候補し当選する。農面クラツウラからの転身、建設業での経歴から大統領であった。 ボリス・エリツィンと政治的に近く、ビクトル・チェルノム・イルジン首相、ユーリルシコフ・モスクワ市長とも親しかった。また、モスクワ市とモスクワ州の一体的な発展という視点を支持していた。1992年にはロシア知事同盟議長に選ばれている。1993年新憲法が制定され、新たに二輪制のロシア連邦議会が発足すると、 シャジロフは上院議員に選出される。第1期議会では連邦問題、連邦条約、地域政策委員会に所属した。1995年上院議員に再選され、1996年からの第2期議会では CIS 問題委員会に所属した。また、チェルノムイル人首相を代表とする大統領与党、我が家、ロシアが結成されると、 これに参加し、幹部会である、評議会と関西委員会メンバーに就任した。しかし、1999年12月19日知事選挙では、第1回投票で5位に終わり、結局、ボリス・グロモフ大将が、知事に選出された。グロモフへの候補者の差し替えは、翌年に、大統領選挙を控え、要衝である、モスクワ州を、政権側で抑える。 必要性があったためとされる。知事を辞したチャジロフは1999年会員選挙で、祖国、全ロシアモスクワ支部長となり、同党から立候補し当選する。2008年7月28日に死去。66歳。ありがとうございます。